045マークでーす。今日はですね、わたげちゃんの特技を紹介したいと思います。もう結構動画には出演してるんですけど、ちょっと見せてなかった技があるんですよ。それはですね、喋れるんです。イエイイエイってことでね、皆さんありえないと思ってると思いますけど、わたげちゃん頭いいんで習得しました。実際ね、今からそれを取っていくんでやっていきましょう。じゃあやっていきます。まあ、これコツがありまして、まあ、俺がまずね寝っ転がるわけですよ。であとはわたげちゃん待ちということで、ちょっと待ちたいと思います。来ました。これで準備完了です。じゃあわたげちゃんとね会話していきたいと思います。じゃあ何聞こっかな。わたげちゃん、今日のご飯美味しかった？今日のご飯美味しかった？美味しかったか。ありがとね。すごいでしょ皆さん、わたげと毎日会話してるんですよ。こうやってわたげ、俺ん家に来てよかった。わたげちゃん、俺ん家に来てよかった？ありがとう。よかった、そう言ってくれるとすごい嬉しいわ。わたげ、マー君のこと好き？わたげ、マー君のこと好き？ありがとうね、わたげちゃん。あー、そっかそっか、すごい好きなのか。ありがとうね、わたげちゃん。彼女は募集してんの？あー、そっか、いい人見つかるといいね。わたげちゃん、自分の子供は欲しい？あ、そっか、いつか作りたいね。まだ去勢手術してないもんね。わたげちゃん、俺のこと嫌い？あ、嫌いなの？嫌いなの？わたげちゃん、俺のこと嫌い？あら、嫌いなの？じゃあ最後にね、今わたげちゃんのことさ、好きになってくれてね、動画見てくれてる子が増えてきたのね。だからそのリスナーさんに向けて一言欲しいな、わたげちゃん。じゃあリスナーさんに一言お願い。わたげちゃん、腰振ってる時に触ると泣くということでね、この状況の時はね会話したような気分になれます。俺と喋れて嬉しい？よし、ありがとう。今日も見てくれてありがとうって言って、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1。